カルシトリオールは1-25ジヒドロキシコレカルシフェロールまたは1-25ジヒドロキシビタミン D3 とも呼ばれており3つのアルコール元を持つホルモン活性を有する形のビタミン D であるこの物質は次の方法により血中のカルシウム濃度を高める腸からカルシウムの吸収を高め血中濃度を高める腎臓の働きによりカルシウムの血中から尿への 移動を抑制する。骨から血中へカルシウムの放出を高める。カルシトリオールは通常は1、25ジヒドルキシコレカルシフェロールを意味するが場合によっては24、25ジヒドルキシコレカルシフェロールも含める場合もある。この化合物はヒドロキシ元が3つあるのにジヒドロキシという名称なのはコレカルシフェロールにはすでにヒドロキシ元が1つ含まれているからである。 カルシトリオールは、ラッカルトロウル、カルサイジェックス及びディーコストリエルのように様々な名前で販売されている。カルシトリオールは、消化管から、食物からのカルシウム吸収を促進し、カルシウムの腎臓尿細管再吸収を促進して、尿からのカルシウムの損失を防いで血中のカルシウム濃度を増加させる。カルシトリオールは、破骨細胞と呼ばれる特殊な骨細胞に、 働きかけ骨からのカルシウムの放出を促進する。カルシトリオールは副甲状腺ホルモンと協力してこの3つの作用を行う。例えば副甲状腺ホルモンは破骨細胞を刺激する。しかしながら副甲状腺ホルモンの大きな効果は CA2 の体温である無機ン酸を腎臓からの排出を促進することである。この排出により血中リン酸塩濃度が減少し、 骨から CA53O を溶出させて、血中カルシウム濃度が高まるものである。副甲状腺ホルモンもまたカルシトリオールの酸性を促進する。カルシトリオールの多くの効果は、ビタミン D 受容体とも呼ばれるカルシトリオール、受容体との相互作用により媒介される。例えば、腸の上皮細胞に存在するカルシトリオールと結びついていない不活性のカルシトリオール受容体は、 細胞室内に存在している。カルシトリオールが受容体と結びついたとき、配位した受容体の結合体は細胞核へ移動し、カルシウム結合タンパク質を記述した遺伝子の発現の転写調節因子を活性化する。タンパク質と結びついたカルシウムの濃度の上昇は、腸から腸粘膜を経て血中へより多くのカルシウムを活発に輸送できるような細胞の活動が、 活性化される。超常被細胞による CA2 イオンの輸送の際に電気的中性の維持が求められるが多くの場合は無機リン酸塩の体温を伴うことによって電気的中性が保たれる。それゆえカルシトリオールは腸からのリン酸の吸収も促進する。カルシトリオールが骨からのカルシウムの放出を促進することは十分な血中カルシウム濃度が骨からのカルシウムの 損失を防ぐであろうことと矛盾しているように見える。ホルモンによる破骨細胞の活性化によるカルシウムの損失よりもカルシトリオールが促進した腸からの摂取による血中カルシウムの増加がより多くのカルシウムを骨に蓄積していると考えられている。食事性のカルシウム欠乏症や腸の吸収不良などの特殊な場合に限り、その結果としてカルシウム血中濃度が低下し、 骨からのカルシウム損失が起こるものである。カルシトリオールは、骨から、カルシウムの放出を抑制することにより、血中カルシウム濃度を減少させるホルモンである、カルシトニンの放出も抑制している。カルシトリオールは、腎臓のネフロンの尿細管の細胞で25、ヒドロキシビタミン D3.1α、ヒドロキシラーゼとミトコンドリアの酸化酵素と25、 ヒドロキシコレカルシフェロールのヒドロキシカを触媒する酵素で合成される。この酵素の活性は副甲状腺ホルモンにより活性化される。この反応は CA にホメオスタシスの重要な調整機能である。カルシトリオールの生成は大量のカルシウムを必要とする身体機能である採入を刺激するホルモンであるプロラクチンによっても促進される。カルシトリオールの生成は 高濃度の血中リン酸によって抑制され、骨の中の破骨細胞によるホルモンである FG k -23 の生成増加によっても抑制される。皮膚で酸性されたものであれ、蛍光摂取されたものであれ、ビタミン D3 は肝臓で C25 の位置でヒドロキシカの代謝を受け25、ヒドロキシコレカルシフェロールへと変化し、肝細胞に蓄えられ、必要な時に アルファクロブリンと結合し、リンパ液中に放出される。なお、C の番号は、ステロイドやコレステロールの構造と炭素の番号に由来する。カルシジオールは、腎臓の尿細管に移送され、二つの種類のビタミン D の型に変化する。一つは、活性型ビタミン D となる。ヒドロキシ化された C1 は、下側リング右側に位置する。ホルモン作用を有する。 活性型ビタミン D は、副甲状腺ホルモンに加えて、低カルシウム、低リン酸状態により活性化した、カルシジオールマイナス1、モノオキシゲナーゼによって生成される。24、25ジヒドロキシコレカルシフェロール、カルシトロンル1 α ヒドロキシ酵素が不活性な、場合には、別の酵素がカルシジオールの C-24 をヒドロキシ化して、 もう一つの非活性型ビタミン D を生成する。この反応によりカルシジオールは生、科学的な作用から不活性化される。また、不要となったカルシトリオールは、この物質は水に溶け、尿中に排泄される。カルシトリオールは24ヒドロキシラーゼの作用により、カルシトロン酸に代謝される。カルシトロン酸は尿中に排泄される。カルシトリオールは、 次のような場合に処方される。副甲状腺機能低下症による低カルシウム血症、骨軟化症、来る病、人生骨ジストロフィ、慢性腎臓透析の治療骨粗鬆症の治療副腎皮質ステロイドによる骨粗鬆症の予防カルシトリオールは感染の治療に時々使用されていたが、治療に効果的であるという明確な証拠はない。 ビタミン D に類似しているカルシポトリオールは感染の治療によく使用されている。カルシトリオールの非接回出の作用やビタミン D 受容体配入維持物質や治療上の適用の可能性は現在も研究されているところである。カルシトリオールによる治療に関連した主な副作用は初期症状時使用による高カルシウム血症、悪心、吐き気、便秘、食欲減退、 無気力、頭痛、喉の渇き、多感、多尿などである。その他のビタミン D 化合物の医学的利用と比較して、カルシトリオールは高カルシウム血症のリスクが高い。しかしながら、そのような副作用は相対的に短い半減期を有しているため短期間で容易に治療を行えることが通常である。ありがとうございます。